名城紀行ではの国鶴岡城に来ています。鶴岡城の本丸にあります庄内神社なんですが、まあ見事な甲冑が4体ありますので、ちょっとこちらで撮影したいと思います。鶴岡城はですね、江戸時代、酒井忠勝号がですね入られて、忠勝って言っちゃいますけど孫ですよね、父が家継ぐで、まあ、徳川時代秀忠と家光に仕えた、有名な武将大名なんですけども、もともとですね大宝寺市、大宝寺城っていうのがあってですね、まあ、武藤氏ですよね、有名な庄内地方に君臨していた、武藤一族が治めていた城なんですが、まあ、その後最上氏になってですね、最上氏が改易になって、この庄内地方は鶴岡城、ここを本城として治めることになったわけです。だから現在の酒田市とか、周りにいくつか大きい都市がありますけども、それは全部ですね、この庄内の庄内藩の、師範または、文系所流、治め方がまあいろいろでしょうけども、陣屋を置いたりですね、いずれにしても庄内地方の中心地はこの鶴岡城で、成長もこちらにあったということで、本丸に立っているこの庄内神社から撮影させていただいています。ここはですね、天守を置いたっていうのはないんです、天守はないんですけども、隅櫓が確か2層のがあると思うんですけど、それが、まあ、大行というかですね、まあ、復元はしてないんですけど、天守台、隅櫓台みたいなのがありますけども、整備されたもので、そちらも合わせて撮影したいと思いますね。ですからちょっと、こちらで甲冑でどうかなと思ったんですけど、まあ、ここの神社の象徴で、今日特別に出してるみたいですね、普段出してないみたいなんで、当時元の方が言ってました。はい、それでお城の遺構としてはですね、まあ、地道館が藩校があるんですが有名で、ちょっと洋風のようなですね、ちょっと幕末の感じもするような、そこが一番、まあ、その当時のものをですね、まあ、他にもそういう意味では感じるところはいくつかあるんですけど、やっぱお城として見た場合ですね、石垣もの主要な部分にしか作らなかったようですし、まあ急ピッチで作ったっていうのもあるでしょうから、その大宝寺氏、武藤氏が入ってた時代もですね、もちろん天守があるとかそういう時代ではなかったですから、最上氏の時代もですね、統治というのはそのお城というよりも、まあ御殿というか陣屋みたいな後のようでいうね、そういうもので統治していたようですから、藩庁政庁が置かれてたといってもですね、会津若松城のようなああいう大きな天守があるってそういうことではないんですよ。庄内藩というのは大体15万石で、まあ、佐賀家というのはちょっと特別に、四天王家ということだったんですけども、まあ、それでもですね15万石なんですよね。ですから、まあ、庄内地方を治めていて、まあ、この辺の、まあ、神殿開発とかこの忠勝公という方がですね、まあ、かなり力を入れて、治めていたようですから、まあ、この方は特に有名な方ですけども、ですからちょっとお城の遺構として見た場合は確かに少ないんですけど、周りの先ほど個別に写してます堀ですとか土塁とか、そういったものが見どころになりますね。ですから少し話前後しますけども、ちょっとお城の遺構として少ないんで、その周りのですね地道館、藩校とか神社とかお寺、そういったものを史跡巡りに合わせてですね、お城巡りということがいいと思いますね。はい、庄内神社、鶴岡城の本丸にある神社からでした。